プロジェクトゾンボイドアーリアリー CDDA 第6回目やっていきます。5回目までで、モコイの倉庫の探索が終わりましたので、次の場所に移動したいと思うんですけれども、モコイの倉庫、ここの探索が終わりました。で、今考えてるのは、ここに行くか、ここの、本屋ですね、ここの本屋でスキル本を探すかとか、あとは、ローズウッドに行って、ローズウッドの本屋と、あとは、学校に行って本を集めるかとかっていうのを考えてたんですけれども、その前にですね、もうちょっと集めたいツールがありまして、今回はここの倉庫に行きます。ここの倉庫でじょうろと、あとまだちょっと釘が足りないなと思うので、釘とかを集めたいなと思います。あとここにも食堂があって、ダイナーがあって、ここにも何か食器類とか、まだ缶切りも見つかってないので、缶切りも見つけたいなと思います。まあ、ちなみに駐車場も結構駐車スペースあるんで、また何かいい車の中から物資も、どちらにしろ手に入ると思うので、それも狙っていきたいなと思います。まあ、割と近いんで大丈夫だと思うんですけれども、今いるのここなので、ここからこういう道たどって、こう行ってこうなので、道は単純なんですけれども、まあちょっと慎重に行きたいなと思います。はい、よし、じゃあやっていきましょう。今何時だろう。もう夜ですね。夜中近くですね。じゃあですね、一旦寝ます。水は大丈夫ですね。よし。ここで寝ましょう。怖いな、もう全然、もう暗すぎて見えないのがちょっと嫌ですね。こっちに寝床があるので、休憩スペースありますんで。まだ疲れてないか。そしたらどうしようかな。運動でもしようかな。そしたらフィットネス足りないんで、どちらにしろ運動してちょっと疲れさせましょう。エクササイズして、スクワットしましょう。スクワット40分やって、もう一回やって、これで寝れるかな。まだか。したらここ座って、お、寝れますね。よし、 OK。 よっしゃ、朝になって、で、水汲みます。あとは服は汚れてないので大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい。水汲むものなし。よし、 OK です。カバン取って、
いつらはなんでこう割れてないガラスを叩きに来るんですかね。本当にこのガラス壊れた時のガシャーンという音で他のゾンビも集まってくるんですよね、実はね。本当にそれがちょっとめんどくさい。よし、あ、槍がちょっとね、槍を作っといて、槍としよう、10本ぐらい予備作っといて、 OK。で、そしたらこれソーダ飲んで、置いといて、よし、そうしたらまたタバコ吸って、あとはなんかあるかな、取っといた方がいいもの、大丈夫かな。よしよし、じゃあ出発しましょう。大群がいないかどうかちょっと気にしてますけれどね気にしてるというかちょっとそれが不安ですね。まあどうせいるんでしょうけどね。まあこのゲームモードはアーリアリー CDDA は本当にゾンビの数が半端じゃないんで、いるの分かってるんですけど。はい、上行って上行きます。この道の途中で出くわしたくないですね。で、あとこの木が結構邪魔なんで木にぶつかりたくもないんですよね。多すぎなので、そしてここか、こっち行って、あれ、道間違えちゃったかな。やべ、大丈夫かな。大丈夫でしょ。あ、こっちだね。あれ、間違えたくさいな。間違えたの道。上、一個上でしたね。まあ、大丈夫です。余計な、回り道しちゃいましたけど。こっちでした。こっち行って、あ、ここですね。ここ行って、うわ、そうだよね。いるよね。一回降りて、これで大丈夫。よし、ここで立つの追っかけてきたらしょうがない。ここにして来てる、うわしょうがない、ここで戦いたくないけどな、余計な体力使いたくないけどな。お、バフバフ、いい。そしたらですね、結構な数いるな。
何もこれ。で、多分倉庫の方にまたモコイと同じようにとんでもない数のゾンビがいるはずなので、またキャンプファイヤー使って処理が必要ですね。よし、到着したかな。そしたらまたもうクラクション鳴らしまくりで集めましょう。そしたら寝ましょう。どうだろう、大丈夫かな、倉庫で寝れるかな。うわ、いる、いた、そりゃいるよね、そりゃいますわな。うわ、来てる来てる来てる、危ない、怖、何体かいますね。今日はとりあえずここにテント立てて大丈夫そうかな。よし、じゃあここで寝ましょう。はい、そしたら車移動しようかな。車置きっぱなしなのでちょっと移動させて、で今日もゾンビの処理ですね。いや、いけるか、突っ切れるか。よし、OK。
バッテリー残量なし、はい、はい、そしたら車をちょっとトラックをこっちの方に寄せます。この車どうだろう、この白い車なんか状態良さそうですけどね。どうだろう、あ、めちゃめちゃいいですね。でもスピードがないな、275か。もうちょっとスピードがある車が欲しいですね。お、ベルダーマスク、これいいっすね。お、来た、やっとジョウロ来た。キャベツの種も来た。よし、あとはプロパン。お、ロープいいっすね。ロープも必要。ロープは木を切るときにめちゃくちゃ役に立ちます。これで今日の作業終わりかな。汚れ、そうだ、汚れも取っといた方がいい。そしたらテント立ててで寝ましょう。はい、おやすみなさい。でテント畳んで、あ、そっか、車のメンテナンス用のタイヤのポンプとラグレンチとかも欲しいですね。はい、これ取っといて、で上の探索ですね。あ、ゴミ袋取っとこう。よし、来てくれ。お、ラグレンチ。ライターの残量まだあるか。ライターも一応もうちょっと予備が欲しいんですよね。お、ライター、いいっすね。トランクは、お、ベースボールバット、いいですね。いい、ありがたい。この車も状態良さそう。お、めちゃくちゃいい。あ、しかも速い。あ、これ使おう、これ使いますわ。お、スピアのレベル上がった。よし、いいね。
よし、ライター来た。狙い通り。お、チョコレートある。オートミールクッキー。オッケー、食べ物ゲット。上はどんぐらいいるのかな、ゾンビ。そんないないか。数が上がりましたね。いいか。でどうしようかな。6時10分か。そしたらどうしようかな。6時10分。ちょっとリスクありますけど、ここの探索ちょっとだけしちゃおうかな。よし。退散。ここでまたライターとかゴミ袋が手に入りました。またテント立てて、でタバコ吸って